腎機能を最大化させることは、筋肥大を最大化させることにつながる。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日はプロテインの吸収率を上げる、腎機能を向上させる科学的手法5選ということで、腎機能を向上させる科学的な方法を5つご紹介します。まずは本日の目次です。はじめに、なぜプロテインの服用と腎機能が関連しているのかを分かりやすく端的に解説をし、次に腎機能が悪化している人の特徴を解説、そして最後に腎機能を向上させる方法を5つご紹介していきます。今よりも効果的にタンパク質を吸収し、筋肉を大きくしたいという方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずはじめに、なぜプロテインと腎機能が関連しているのかです。基本的にプロテイン、タンパク質というのは体の中に入ると代謝されて尿素窒素という物質に分解されます。この尿素窒素という老廃物は腎臓の働きによって尿として体の外に排出されます。正常の腎臓であれば全く問題はなく、タンパク質から代謝された老廃物を体の外に出すことができるんですが、腎臓の機能が低下してしまうと、このタンパク質から出た老廃物が体の外に出すことができなくなってしまい、体内に留まってしまうことで尿毒症という病気になってしまったり、より腎臓を痛めることにつながってしまいます。実際に1990年代の論文からは、タンパク質を摂りすぎることによって腎臓の機能が悪くなってしまうことが言われ始めまして、2010年頃までは腎臓を守りたいのであればプロテインの大量摂取は控えるべきだというのが科学界の結論でした。ただし実際にですね、信頼性が高いメタ分析というのは行われておらず、このプロテインの摂取が腎機能にどう影響を及ぼすのかの結論が導き出されたのが、2018年にウォータールー大学から発表されたプロテインの摂取量と腎臓機能についてのメタ分析です。信頼性が高い28の研究で分析が行われ、結論としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっていまして、高タンパク質の摂取は腎機能の働きを活発にするがダメージを与えることはないというのが結論でした。またタンパク質の摂取量と腎臓の糸球体ろ過量の相関関係も確認されず、健康な方に対してはタンパク質の量で腎臓の機能が落ちることはないという結論が出ています。しかもこのメタ分析では糖尿病の方に限定しての分析も行っているんですが、結論としては特にプロテインの摂取が腎機能に及ぼす影響はなかったということでした。ただし、もともと腎臓の機能が低下していたり悪い方というのは、タンパク質の量を増やしてしまうことによって老廃物を体外に排出できなくなってしまい、体調が悪くなってしまったり、より腎臓の機能を低下させることにつながってしまいますので、プロテインを飲んでいい人と飲んではいけない人の基準というのは腎機能が正常か否かになるんです。通常腎臓の機能を調べる方法といえば血液検査でクレアチニンの値を見るんですが、頻繁に血液検査ができるっていう方はごくわずかだと思いますので、ここからは腎機能が低下している人の体のサインを3つご紹介していきます。どれか1つでも当てはまっているという方は腎機能が低下している可能性が大いにありますので、一度プロテインの摂取を控えてもらって体の状態を確かめるようにしてください。それではここからは腎機能低下のサイン3つです。腎機能が低下している体のサイン、1つ目は目の下のクマです。おいおい、そんなんでわかるんかいって思う方もいるかと思いますが、腎機能が低下することによって血液中の老廃物が増加し、血液の色が変化することから皮膚が薄い目の周囲の変化というのは起こりやすくなります。それが顕著に現れやすいのが目の下のクマなんです。実際に透析治療が必要になる腎不全の方だと、目の下のクマだけじゃなく目の周囲全体が黒く変化するんですが、ここまでになっていれば体調の変化でわかりますので、まずは目の下のクマを見てみてください。次、2つ目のサインは体のむくみです。腎臓の主な機能としては体の老廃物を尿として排出する機能を持っていますので、腎臓の機能が低下することによってうまく老廃物を体の外に出せなくなってしまい、体がむくんでしまいます。一度自分の足を10秒間押してみて、写真のように押された皮膚が戻らないようであればむくんでいる証拠になりますので、気をつけるようにしましょう。そして最後、3つ目の基準が尿の状態です。まずは頻尿です。1日10回以上おしっこに行っていたり、夜2回以上トイレに行くという方は頻尿になりますので、腎機能が低下している恐れがあります。どうしてもプロテインを飲んですぐは正常の腎臓を持っている方でも腎機能が活発になり、おしっこが作られやすい状態になるので尿意を催しやすくなりますが、この状態が1日を通してや夜も起こってしまうという方は腎機能が低下している恐れがあります。あとはタンパク尿にも注意が必要です。
排尿した時におしっこが泡立ち1分以上消えない場合はタンパク尿の恐れがありますので、腎臓の機能低下を疑うようにしましょう。以上が腎臓の機能が低下している体のサイン3選でした。目の下のクマはないか、体にむくみはないか、尿の状態は良好か、この3つをクリアして初めてプロテインを飲んでいい体の状態だと言いますので、しっかりと自分の体を評価した上でプロテインを飲むようにしましょう。以上がプロテインの摂取と腎臓の関連、そして腎機能を評価する3つのポイントでした。ここまでを聞くと、プロテインを飲んで筋肉を大きくするためにどれくらい腎臓が重要な役割を果たしているかが分かったかと思います。タンパク質の大量摂取は腎臓で毒素を除去できるからこそやっていい行動になりますので、腎機能を良好にすることは筋肉を大きくするために必ず必要になります。なので最後、ここからは腎機能を向上させる5つの方法をエビデンスレベルが高い方法に厳選してお送りいたします。それではお待たせしました。腎機能を向上させる方法、まず1つ目は水分補給です。これは誰しもが知っていることですが、体の水分比率を低くしてしまう行動というのは腎臓を汚くし腎機能を低下させることにつながってしまいます。2021年のラフバラ大学の研究では、日常生活での水分不足だけではなく、ランニングなどの運動によって引き起こされる水分不足によっても腎機能は低下してしまうことが明らかになっていまして、特に筋トレ中の水分補給をおろそかにしている方は腎機能を低下させてしまう恐れがあるんです。どうしても運動に夢中になってしまうと水分補給を忘れてしまうことがありますが、プロテインを積極的に補給するトレーニーの方はプロテインと同様に水分も積極的に補給する必要があるんです。喉が渇いた段階で腎機能は低下してしまいますので、水分補給は喉が渇く手前で補給するようにしましょう。それでは次、二つ目です。腎機能を向上させる科学的手法、二つ目は食物繊維の摂取です。正直これが腎機能を上げる最強の方法といっても過言ではありません。2018年にテヘラン医科大学から男女1630名を対象にして、どんな生活をすると腎臓がきれいになるのかの6年間の追跡調査が行われました。6年間という長期間でどんな食べ物を摂取していると腎臓の機能が良好になるのかを調査したんですが、結果としては冒頭でも言いましたが、食物繊維の摂取が腎臓の機能と強く関連していたという結果でした。量としては1日 26g 以上の食物繊維の摂取で腎臓が悪くなるリスクを 50% ほど下げれるということで、食物繊維を食べることは圧倒的に腎臓をきれいにすることにつながります。ただし食物繊維の種類も重要で、野菜から摂る食物繊維では腎臓はきれいになりますが、フルーツや穀物類からの食物繊維だと相関はなかったという驚きの結果も出ているんです。野菜やキノコ類で食物繊維が多いものとしては、乾燥したキクラゲは 100g あたり 57.4g の食物繊維、干し椎茸で 41g の食物繊維、切り干し大根で 20.7g、 グリーンピースで 7.7g、 パセリで 6.8g、 モロヘイヤで 5.9g、 ごぼうで 5.7g ということで、全てを覚える必要はありませんが、ここら辺が食物繊維たっぷりの食材になります。ここら辺を多く取り入れつつ、1日 26g の食物繊維を目指していただけると、圧倒的に腎機能を向上させることにつながりますので、ぜひ試してみてください。それでは次、3つ目です。腎機能を向上させる科学的処方3つ目は、精製糖を避けることです。これもめちゃくちゃ重要なんです。2012年のワシントン大学の研究では、砂糖で甘くした飲み物の補給によって、腎臓病にかかるリスクが驚くほど上がるということが明らかになっていまして、精製糖の摂取によって腎臓はめちゃくちゃ汚くなるんです。逆を言えば、今現在ジュースをよく飲むよっていう方は飲むのを控えてもらうことによって腎臓はめちゃくちゃ綺麗になります。よくどのくらい飲むのがダメなんだっていう質問が来ますが、正直週に1回の摂取によっても腎臓が悪くなるリスクというのは上がりますので、できることなら砂糖入りのジュースやハンバーガーみたいな大量の砂糖が入っている食べ物は控えるようにしてください。それでは次、4つ目です。腎機能を向上させる科学的処方4つ目はプロテイン摂取のタイミングです。当たり前ですが、頻繁にプロテインを摂取し頻繁に腎臓を働かせることは腎機能を低下させる一つの要因となります。もともとイギリスのマクマスター大学から発表された論文では、最も筋タンパク合成率を上げるプロテインの摂取タイミングとは、筋トレ後3時間おきにプロテインを摂取することだと言われています。ただし先ほども言いましたが、プロテインの摂取頻度が多ければ多いほど腎臓が休まる時間帯がなくなってしまいますので、腎機能が低下しやすいですし、腎機能が低下している方にとってはリスクでしかありません。
できるだけ腎臓を休めるのであれば何も食べない時間帯を作る必要があるんです。じゃあ腎臓を守るためにどのタイミングでプロテインを摂取すればいいのかと言いますと、この部分で参考になるのが2018年にパデュー大学から発表されたレビュー論文です。信頼性が高い59件の研究を分析し、食事と一緒にプロテインを摂取するパターンでは筋肉量や脂肪量、体組成はどう変化するのかの分析が行われ、6週間の追跡調査でとても素晴らしい結論が出ています。この研究では食事と食事の間にプロテインを摂取するパターンとの比較が行われ、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、筋肉量に関しては食事と一緒にプロテインを摂取しようが、食事と食事の間に摂取しようが特に有意差はありませんでした。つまり3時間おきにプロテインを摂取するような細かい時間の区切りじゃなくても、食事と一緒にプロテインを飲めば筋肥大という恩恵は十分に受けられるということです。そして脂肪量や体組成に関しては、食事と一緒にプロテインを摂取する方が脂肪量が少なくなり、筋肉量と脂肪量の比率も改善が見られたということで、ボディメイクという観点から見れば、食事と一緒にプロテインを摂取した方が脂肪が少なくなり、かっこいい体が作りやすくなるということです。つまり腎臓に負担をかけずに筋肥大を圧倒的に進めるプロテインの摂取タイミングとは、食事と一緒にプロテインを飲むことになります。食事と一緒にプロテインを摂取することによって、無理に腎臓に負担をかけずに筋タンパクの合成率を上げることができますので、少しでも腎臓のことが気になるよという方は、食事と一緒にプロテインを飲むようにしてください。それでは最後、5つ目です。腎機能を向上させる科学的手法、5つ目は、重炭酸塩の補給です。重炭酸塩というのは、掃除なんかで使われる重曹のことを言います。これは今までの方法よりは効果量としては乏しいですが、すでに腎臓があまりよろしくないっていう方にとってはとても効果を発揮します。2009年のウィリアム・ハーベイ研究所から出された論文によれば、慢性腎臓病患者134名を対象にして1日 600mg の重曹を服用すると、腎不全の進行具合が遅くなったという結果が出ています。対象が腎臓病患者さんなので、私たちのような腎臓をより綺麗にしたいという願望をお持ちの方にとってはそこまで効果はないですが、なんか最近腎臓の調子が悪いんだよなっていう方には有効かもしれません。また重曹には疲れを取る機能もありますので、最近疲れやすいという方も重曹の摂取をお勧めします。重曹は掃除で使うという印象が強いかもしれませんが、服用目的の商品も販売していますので、もし使用するのであれば飲む専用の重曹を使用するようにしましょう。以上が腎機能を向上させる科学的手法5選でした。論文で解決チャンネル。それでは最後に本日のまとめです。腎臓はプロテイン摂取後の老廃物を除去する役割を持つ、プロテインを摂取する方であれば必ず気にする必要がある臓器になります。腎機能を向上させるためにできることは至って単純です。まずは水分補給です。喉が渇いた段階で腎臓への負荷が始まってしまいますので、喉が渇く一歩手前で水分補給をするようにしましょう。そして食べ物としては、食物繊維が腎機能を上げる上で最もおすすめの栄養素になります。果物からの食物繊維では腎機能は向上しませんので、野菜やキノコ類で補給しましょう。食物繊維が多い食品としては、乾燥したキクラゲ、干し椎茸、切り干し大根、グリーンピース、パセリ、モロヘイヤ、ごぼうがありますので、日々の食事にこれらを取り入れるようにしてください。またプロテインは食事と一緒のタイミングで摂取することによって、腎臓に余計な負担をかけずに筋タンパクの合成の最大化を狙いますので、プロテインは食事と一緒に摂取するという意識を持つようにしましょう。その他にも重炭酸への補給、清涼飲料水の服用を控えることが腎機能を向上させるエビデンスレベルが高い方法になりますので、どれか一つでもいいので実践してみてください。綺麗な腎臓ででかい筋肉を作りましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。